どうももーちゃんです。今回は英語の表現力が抜群に良くなる日常会話で使うテイクを使ったフレーズの意味と使い方の練習を一緒にやっていきましょう。テイクはいろんな意味があります。例えば取る、もらう、乗る、かかる、まるまるする。他の単語と組み合わせることで違った意味として表現できるので、ぜひ一つでも多く使い方を身につけてください。例えば、take time であれば時間がかかる。take him であれば彼を連れていく。take it はそれをもらう。このようにいろんな場面で使うことができます。今回は take を使ったフレーズはもちろん、その他にも take を他の単語と置き換える表現の仕方も身につきます。解説の後はおさらいとリピート練習もありますので、今回のフレーズを確実に身につけたい方はおさらいの後にあるリピート練習を必ずやってみてください。それではどうぞ。それでは一緒に例文を使って学習してみましょう。私の新しい靴をちょっと見てよ。 Take a look at my new shoes。 で、この Take a look っていうのがちょっと見てって意味ですね。 Take a look 以外にも Check out を使うことができます。で、 Check out を使うときはこの at は消えます。なので Take a look at my new shoes、 または Check out my new shoes、 これも同じような感じです。ちょっと砕けてるような言い方ですけど、新しい靴買ったからちょっと見てよみたいなときに Check out を使うことができます。まあ、どちらを使ってもちょっと見てっていうようなニュアンスで伝わります。それではリピートしてみましょう。 Take a look at my new shoesTake a look at my new shoes. 軽く休憩しようよ。直訳すると小さい休憩を取ろうよ。Let's take a small break. で、この時に使ってる small break っていうのが軽く休憩する。まあ、直訳の部分だと小さい休憩とか短い休憩です。この時に small break 以外にも short break、ショートを使っても同じような感じで通じます。なので、Let's take a small break、 または Let's take a short break。 で、Let's take っていうのが〇〇しようよのしようよの部分です。しようよとかしようぜとか、こういう感じの意味です。この時に使っている take っていうのは他の言葉を代用することができます。例えば Let's get a small break でも実際は通じます。または Let's have a small break、 こちらでも通じます。 Let's take a small break、 Let's take a short break、 Let's get a small breakLet's have a short break. どれを使っても同じような感じで通じます。それではリピートしてみましょう。Let's take a small break. Let's take a small break. 写真を撮るのは好きですか? Do you like taking pictures? Do you like? って言うと、好きですか。で、この時に、do を取って you like taking pictures? でも実際は通じます。なので例えば are you とか do you どっちを使ったらいいかって迷ってる人なんかはこの do を取って you like taking pictures? で必ずこの語尾の部分を上げてあげれば taking pictures? 質問してるんだなっていうのが相手に伝わりますので do を取っても実際は通じます。で、この taking pictures っていうのが写真を撮るなんですけど、写真を撮る行為って意味ですね。で、この時の pictures がTaking photos でも実際は通じます。なので、Do you like taking pictures? でもいいですし、Do you like taking photos? でもいいですし、You like taking pictures? You like taking photos? どれを使っても同じような感じで通じます。それではリピートしてみましょう。Do you like taking pictures? Do you like taking pictures? 健康的な体になるには時間がかかります。It takes time to get into shape. Get into shape っていうのが健康的な体になるっていう意味です。なので体を鍛えて痩せたり筋肉をつけることを get into shape って言ったりするんですけど、それ以外にも体調を整えて健康的な体になることも get into shape と言います。Get into shape 以外にも get in shape を使うことができます。どちらを使っても同じ感じで通じます。で、it takes time っていうのが時間がかかる。で、この時に needs time を使っても同じ感じで通じます。なので it takes time to get into shape、 または it needs time to get into shape、 it takes time to get in shape、 または it needs time to get in shape、 どれを使っても同じ感じで通じます。それではリピートしてみましょう。
It takes time to get into shape. It takes time to get into shape. 深呼吸をして10数えてみて。Take a deep breath and count to 10. Take a deep breath というのは、深呼吸をしてって意味です。で、この時に、Take a deep breath 以外にも、Breathe deeply を使ってもいいです。同じような意味です。または、Breathe in deeply で、in が Breathe と deeply の間に入っても OK です。で、この Breathe deep breath の breath と breathe の違いなんですけど、まず breath はこの E が語尾についてない方ですけど、これは息とか呼吸って意味ですね。なので名詞ですね。で、語尾に E がついてる breathe の方が、息をするとか呼吸するって意味で、行動を表現する動詞として使う単語です。で、発音も全く違います。E がついてない方は breath。E がついてる方は breathe。なのでこの違いがあるので注意してください。それではリピートしてみましょう。Take a deep breath and count to 10. Take a deep breath and count to 10. それでは今回の例文で使った英単語と英語フレーズのおさらいをしておきましょう。ちょっと見る。Take a look. 休憩を取る。Take a break. 写真を撮る。Take pictures.時間がかかる。 It takes time. 健康的な体になる。 Get into shape. 深呼吸をして。 Take a deep breath. 息をする。 Breathe. 10数える。 Count to 10. それでは最後に今回出てきたフレーズすべてリピートしてみましょう。Take a look at my new shoes. Take a look at my new shoes. Take a look at my new shoes. Let's take a small break. Let's take a small break. Let's take a small break. Do you like taking pictures?Do you like taking pictures? Do you like taking pictures? It takes time to get into shape. It takes time to get into shape. It takes time to get into shape. Take a deep breath and count to 10.Take a deep breath and count to 10. Take a deep breath and count to 10. 今回もこれで以上となります。今回のレッスン気に入っていただいた方はぜひいいねお願いいたします。まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。それではアディオス。